今ちょっとバファリンをね、全部出してみたんですけど、この B が表に来てるやつと後ろに来てるやつ、これがね、どうも半々ではないみたいなんですよ。はい、お疲れ様でございます。今回っていうか前回、こちら、キュウリをね、削ろうと思ってこれ買ったんですけど、ボロボロになったんですよ。そうしたら、これですよ。ダイソーに、スリーウェイ、スパイラルカッター、こちら200円。これが売ってたので、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。この動画見ていただけた方はね、衝撃やったと思うんですけどね、全然削れんかったんですよ。しかし、これやったらいけると思うんです。これ、ちゃんとダイソーブランドから発売してるやつなんで、あ、これハサミいるな。こっちはもう中国の方から仕入れたんですけど、これはね、ダイソー純正っていうか、ダイソーでもこれ中国じゃないですかね。メイドイン、あ、そうですね。ここ見てください。メイドインチャイナ、そうですよね、中国製。しかしこれはね、パッケージに書いてる通り、キュウリもちゃんと擦れると思うんですよ。もうこの前は騙された、全くいらん商品を買ってしまった。こちらがメインのパッケージです。あ、パッケージ軽く紹介しておきましょうか。これ横に、そうです、こうヌードルカッター、太切り、細切り、太切りと細切り両方対応してるっていうことですかね。なんかね、刃が2つついてるんですよ。こちらは1個やったんですけど、そうです、ここの刃とここの刃、2種類がついてるんです。そしてこれ多分ね、うるさい、待ってください。これここだけ見たらこれと一緒に見えないですか。またこれが怪しいことになってきたで。おい、これ切れるんですか。あ、でも歯の付き方が違うな。いや、めっちゃ似てる。また切れへん状態がさす。これちょっと一回洗います。はい、洗いましたと。あれ、今洗うくだり編集でうまいこといきました。編集でうまいこと言ってないかもしれん。はい、洗いましたと。編集でうまいこと言ってないかもしれん。ちょっとこれ片付けましょうか。そしてこれね、ここを外れるようになってるんですよ。ここをこう外した時に、なんかこれと一緒にみたいに見えるな。あ、しかしこれ違います。これ歯が、そうです、これまっすぐの歯だけ。これまっすぐとギザギザした歯がついてる。これだけ見たらちょっと違いますね。そしてこれをこうセットして、これこっちにセットするとこっちで削れて、そして逆向けるとこっちの歯で削れるということですね。この2種類が試せるということです。2種類とも試していきましょうか。キュウリを洗って準備しましたので、太切りと細切り両方試していきます。まずこれどっちですか。太切りの方ですかね。研ぎ、あ、削れてる。全然違う。あ、いや、折れそうやな。いや、待ってください。キュウリはやっぱみずみずしいんでダメなんですかね。これここにこう置いて削るっていうことですか。あ、しかし、あの中国の製品より削れてるような気がするな。気のせいかな。いや、入っていかない。キュウリは入っていかへんな。人参じゃないとあかんのかな。うわ、また青汁みたいな現象になってきてる。キュウリは無理か、これ。人参に変更しましょうか。うわ、またバリバリに折れるやん。ちょっと使い方間違ってるんですか、これ。わからん。全然わからん。うわ、最悪や。青汁みたいになってる。思ってたんと違うわ。待ってください。ここに書いてるキュウリみたいな感じにならへん。全然ならへん。これキュウリはあかんのですかね。なんてことや、全然削れてないやないか。うわ、折れてる、キュウリ折れてる。それ見たことか。ちょっとこの動画ボツにするかもしれないです。しかしこのパッケージの横にキュウリ書いてるのにな。これ逆の刃でちょっとチャレンジしましょうか。こっち向けて、この細切りの方も行きましょうか。あ、細切りはいける。いや、ちょっと詰まってる。待ってください。ここに来てめちゃくちゃ失敗してるとか、そんなことありえます？いけ
てる、いけてる、いけてる、いけてない、いけてない、折れてるやん、結局折れてるやん。何なんですかこれ。また残飯ができました。残飯ができましたよ。めちゃくちゃ詰まってるやないか。なんやこれ、これ今年2番の失敗動画ですか。こんなキュウリ全然食えへんやん。こんな詰まったら食えへんわ。キュウリはもうポン酢につけましょうか。普通に包丁で切ってポン酢につけます。これでちょっと30分ですかね。キュウリあかんかったんでね、急遽人参を準備しました。これやといけると思うんですけどね、硬い根菜類とかはいけると思ってるんですけど、いきます。これでいけんかったら、これこの商品買わんかったらよかったです。削れてますこれ。まずはね、細切りの方に入れてます。なんか削れてる音は鳴ってるな。いけてます。あ、出てきた出てきた。あ、来てる来てる。人参やっぱ硬いもんじゃないとあかんのですかね。人参はこの鉛筆削りみたいな感じで出てきてますね。あ、そしてこの中心からも出てきてる。やっぱ硬い商品じゃないと、商品っていうか、いや、野菜じゃないと。念のため、その太切りの方も行きましょうか。これはちょっとね、細切りの方です。これで人参のサラダとかできますかね。あ、こんなんなってる。先がめっちゃ残るやん。太切りの方にセットして、これをこう削っていきます。あ、太切りの方が削りやすいな。あ、出てきてる出てきてる。これで人参のサラダとかできそうですね。あ、やっぱ硬い商品じゃないとあかんのかな。硬い野菜じゃないと。え、じゃあこれあれですよね。前買った商品でもいけるっていうことにならないですか。こちらの商品じゃなくて、キュウリがあかんかっただけじゃないですか。これやったらいけるんじゃないですかね。根菜類やったら、ごぼうとかやったらいけるみたいな。あ、ちょっとここ切りましょうか。あ、いけてるいけてる。なんやこれ、キュウリがあかんだけか。キュウリはやっぱりみずみずしいんで、ナスとかそういう水分が多い野菜は無理っていうことですね。人参やったらいけました。じゃあこれ、普段人参しか使わないじゃないですか。じゃあこれ買わんかったらよかったなと思ってます。なんやこれ。こんな感じで人参とかやったらいけましたね。そしてこれね、どちらも共通して言えるのが、やっぱ洗いにくいんですよ。ここ歯ブラシとか使わんとね、めちゃくちゃ怖いんです。手でこんな怖いじゃないですか。でもスポンジも引っかかるんで、めちゃくちゃ洗いにくいんですよ。こっちも共通して言えるのが、洗いにくい。そうです、調理器具ってそういうとこありますよね。センターのここの中心から出てくる、ここから出てくる、これが意味わからんのですけど、どう、これこのまま食べるっていうことですか。野菜スティックみたいな感じ。とウプヌシはね、もうなかなか使うことないかなと思ってます。洗うのが大変。あ、なんかここにシャボン玉みたいのできてる。それはいいですか。ちょっとね、ドレッシングで食べていきたいなと思います。シャボン玉寄っていきましょうか。最後シャボン玉に寄っていくスタイル。結構大きい、結構大きい。これがメインです。今回はね、こちらメインでやってましたよ。この動画が撮りたくてやってました。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このこっくりさんのシート、入り江の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に奥行く。いやいやいや、どこ行くね、どこ行くね。